定期的にしていたことによって、結構皆さんなんかこう食べたもので消化不良のものが入ってこないので、それがどうも中井です。今回は簡単に小顔になるファスティングの方法をお伝えしたいと思います。今日はですね、バストアップサロンのオーナーで妊活マイスターファスティングカウンセラーである、自分よりねファスティングについて詳しい香織さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、自分はですね、ファスティングやると大体1回で3キロぐらい体重が落ちて、あとは顔のお肉がなくなるし、あとむくみがねなくなるんで小顔になってくる、引き締まって小顔になってくるっていうのと、あとは体が軽くなるので、美容と健康のためにやってますが、カオルさんは何のためにファスティングされてますか？私はもともと食べるのが大好きなので、酵素の無駄遣いっていうのを基本的に普段してると思うんですね、なのでその消化しない時間を作って酵素の無駄遣いをやめるっていうことと、あと今免疫を上げたりとかのために腸内環境を整えるためにっていうのを意識して定期的にするようにしています。なるほどなるほど。腸内環境ですごい大事って言いますね。はい、腸活とか今流行ってるかと思うんですけど、腸マッサージとかもねやったりしてるんですね。ファスティングは、カオルさんにとって良かったな、やってみて良かったなっていうのはどういうところがありますか？やると必ず体調が明らかに良くなるなっていうのは感じてるんですけど、今1歳になる娘がいて、で40を過ぎて、娘を授かったんですね、でそれの時はファスティングを定期的にしていたことによって体が若返って、なので妊娠したっていうことで、たまたまさっきご紹介いただいたように妊活マイスターも勉強した時に、自分が美容と健康のためにいいと思ってやったことが妊活にも良かったっていうことが実体験で分かったので、お客様で悩まれてる方今すごく多いので、そういうのを経験できたっていうのが良かったなと思っています。なるほどなるほど。妊活マイスターも、子供ができる前に学んでたっていう、たまたま妊娠中に学んだんですけど、お客様のご相談で多かったので、妊娠する前に年に1回とか2回しかないんですよ、その講習が。なのでアナウンスがあった時に申し込みをしてたら、受講前に自分が妊娠してたっていう。なるほどね、はい、ファスティングやったおかげで若返って、子供ができたかなっていう、じゃあ妊活してる人にもいいってことですね。はい、おすすめです。じゃあですね、どのぐらいの頻度で今やってますか？理想は月に1回を定期的にしたいんですけども、やっぱりどうしても幼児とか、今産休育児休暇中なのでそんなことないですけども、なかなか難しい時は、週末だけとか1日だけとかっていう形で調整しています。ファスティングってどんな人に、今妊活とか、体重落としたいとかあるんですけど、他に何かありますか？こういう人におすすめ。今コロナって言ってて、とにかく自粛っていうことになってるかと思うんですけど、一番は今ドクターからも学んでるんですけど、自分の免疫力を上げた方がいいと思うんですよね。でそうするとよく疲れやすい方とか、風邪ひきやすい方っていうのもやっていただくと、やっぱり免疫が上がるので、コロナ以外でももちろんいいかと思いますし、あと女性の皆さんはやっぱりいくつになってもアンチエイジングを気にされてる方は、お外から化粧品とかするよりもやっぱり中をきれいに、腸がきれいじゃないとそこから吸収したものでお肌とかもできているので、やっぱりエステとかいいお化粧品の効果もより良くなるんですよね。なのでそういう方とか、結構皆さんなんかこう食べたもので体ができてると思ってるんだけど、腸で吸収してないとそのまま出ていってると、出てるんですよね、あとはどうでしょう。あと皆さんいいものを入れようって思われてると思うんですけど、悪いものが入ってきてることの意識がちょっともう少し上げてほしいなと思うんですよ。なるほどなるほど。例えば女性だとプラセンタドリンク飲んでますとか、コラーゲンとかっておっしゃるんですけど、腸が汚れてると例えばペットボトルの中にお水を足していくって言った時、汚れたお水のところに足してってもダメじゃないですか。で腸内環境、女性ってほんと便秘の方多くて、でもまた下剤飲みますみたいな感じなんですけど、腸の中って体温、深部体温なんでちょっと温度が高いんですね。
測った時よりも、ね、そう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 、はいはい、そうすると今体温を測る機会多いと思うんですけど、37度とかあると、うん、2、3日前に食べたものを37度の中に置いたものを食べます、うんうん、食べないしね、ですよね、腐ってますよね。そう、それが腸から吸収したもので私たちのこのお肌とか、うん、髪の毛とか、はいはい、まあ骨とかもそうですけど作られてるので、うん、その材料が3日前の腐ったお肉とか、うん、お野菜とかだとなかなか綺麗にはなりにくいかなっていうところで、そこを変えてもらうとすごく綺麗の近道になるんじゃないかなっていうふうに思います。腸内環境を綺麗にしとけば、うん、そういったのも綺麗なところで、うん、あの保存されてるっていうかそういう感じなんで、うん、いいっていうことですね。そうですね。じゃあですね、どんな理論でその先ほど言われた効果が出るんですかね。普段皆さんお食事って当たり前のようにされてますよね、はいはい、で常に胃とか腸が消化をしてる、はいはい、でよく年とともに代謝が下がったとかって聞くと思うんですけど、その消化酵素とか代謝酵素ってなんとなく聞いたことがあると思うんですけども、はいはいはい、消化をしていると優先順位が酵素って必ず消化なんですよ、はいはいはい、なので消化をしない時間っていうのを作ることによって、うん、そのもともと持ってる酵素を代謝に 100% 回してあげたい、はいはい、なるほど、うん、よく代謝が下がると、うん、あの痩せにくいとか、うん、聞きますよね、はいはいはい、なので代謝を上げるためにというか持ってる酵素を全部 100% 代謝に使ってあげるために一定期間消化しない時間を作るとか、なるほど、あとは腸内環境を良くしていくっていうのは、うん、一時的にその食べ物を入れないということで腸がお休みできますよね。お休みできる、はい、でも消化はしないけども、うん、腸にとっていい発酵食品である酵素ドリンクを飲んでいくんですね、うん、あ、酵素ドリンクの、はい、はい、でそうすると腸の中の善玉菌とか聞くことがあると思うんですよ、うん、その餌になって善玉菌がめちゃくちゃ元気になる、うん、でも、うん、悪玉菌の餌になるこうお肉とか、うん、あの消化不良のものが入ってこないので、それが便と一緒にあの排泄されていくんですね、うん、なので腸内環境が良くなって酵素はどんどんあの代謝に回せるので元気になるみたいな感じ、元気になるし、まあ、肌も良くなったりとか、はい、そういうのもするってことですね、うん、はい、じゃあですね、まあ、ファスティングをあのやっていく中で、うん、まあ、どんな感じでやっていくんですか。私のおすすめは酵素ファスティング、酵素ファスティング、あのジュースプレーンとかいろんなやり方もあると思うんですけど、うん、酵素ドリンクね、そうです、酵素ドリンク飲んでいただいて、はいはい、結構流行ってますよね、うん、だいたい体感が出るのが1日でもいいんですけど、はい、まあ、7日間のファスティングを一番ご紹介することが多いです、はい、全部7日間やる、7日間のうち最初の2日間はまず準備します、準備、はい、で、食べていいものダメなものとかあるんですね、いきなり油もんとか食べてていきなり消化しないとかって、はい、徐々に徐々にっていうことで、はい、準備2日間していただいて、うん、で酵素ドリンクとお水だけで過ごす期間が3日間、あ、3日間ね、うん、これがもうファスティングよく言われるファスティング期間ですね、はい、で残りまた2日間を回復期って言って、はい、体に優しいものから少しずつお湯とかから始めてもらうっていう、その7日間のプログラムがおすすめです。はい。ということは2日準備食、1回ファスティング、開腹2日の、まあ1週間7日間がまあ一番いいのかなっていうところですね。その準備食とか開腹食はどんなものが、私は手軽にできるようにあのサロンでも取り扱いしてるミールってあのアシストフードがあるんですね。で厳密に言えば自分ですることも可能なんですよ、うん、例えば発酵食品食べてくださいねとか、はい、白砂糖が入ってるものはやめてくださいねとか、小麦精製されたものはやめてくださいね、はいはい、じゃあ発酵食品って聞かれるとよく納豆とか大丈夫ですよね、納豆いいんですよ、納豆いいです、ね、なんだけど納豆についてるタレかけちゃいますよね、はい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 、あれ足りないとまずいですもん、はい、あのタレに実は添加物とかが入って、なるほど、添加物ってやっぱりナチュラルじゃないものが多いので、うん、そこで酵素を無駄遣いしてしまうと結局消化を使っちゃうので、ってなってくるとすごく難しいじゃないですか、何を食べていいかのが難しいですね、そう、納豆いいんだけど納豆に醤油だったら OK、ね、だけど、OK、その醤油も昔からの添加物が保存料とかが入ってちゃったりとかってなってくるとダメなので、もうどうせやるなら
ベストな結果を出すためにもうフルパックでやるのが簡単。そうですね。でストレスもない、まあ、自分で考えてこれいいか悪いかって考えるよりはもうそういうミールっていうものが存在してるから、うんうん、それ使うから楽ってことですね。先ほど、まあ、食べ物ちょっとあの悪いもの結構聞いたんですけど、うん、いいものって常日頃いいものって、あ、普段から積極的に摂っていただきたいのはお野菜とか果物とかの生の果物とかお野菜にその酵素が含まれてるんですよ。だからよく酢豚にパイナップルとか、お肉漬け込むのにフルーツと漬け込むと柔らかくなる、あれは酵素の力なので、酵素で消化を助けてくれる。なので積極的にフルーツお野菜は生のものを摂っていただきたかったりとか、まあ、ファスティングって結構やっぱ、まあ、準備食、回復食とかのやり方とか、うん、頭痛がするとかいろいろあるんで、はいはい、まあ、自分でなんかやるっていうのも最初難しい、うん、と思うんですよ。そうですね。うんうん、そういったのはなんかこう相談とかってできたりしますか？もちろんです。はい。はい、じゃあどうやって相談したりしたら？遠方の方とかは Zoom とか、あ、Zoom、今、まあ、今流行りの Zoom、遠方じゃなくてもね、今ちょっと自粛自粛で、はい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 、うちも子供がいるので Zoom とかでさせてもらうと非常にありがたいっていう。Zoom でやるのはいいんですけど、その前になんかこうコンタクト取る方法としてはなんか、あ、あのインスタとかで DM とかインスタ DM、はい、あ、なので相談したいっていう方は薫先生が相談乗ってくれるということなので、まあ、1回 DM でアプローチしてみてください。今回のね動画がね良かったっていう方はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。あとですね、あのインスタグラムとかツイッターか、ツイッターとかもやってますんで、よかったらチェックしてみてください。じゃあ本日は最後までご視聴ありがとうございました。エイジギャップのセルケアは裏切らない。